い、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。寝起きいっぱい目です。今起きました。夕方の5時半ぐらい、はい、ですね。はい、昨日朝まで飲んでるので、でもね、やっぱりね、お仕事をしなきゃいけないので、食べていけないので、お仕事したいと思います。はい、僕は料理が作るのがお仕事なのでね、やっていきたいと思います。今回ですね、まあ、ちょっと、お仕事の、依頼がありまして、まあ、ちょっと動画の依頼じゃないんですけども、ですね、かごめさんの濃厚仕立てのトマトソース、これね、これです、これ、これを使ってですね、豚肉のピザっていうですね、包丁も使わない、ほんと簡単なメインディッシュを作ろうと思いますので、皆さんもぜひ、やっていただければなと思います。これから作っていきます。はい、それではですね、早速調理の方行ってみたいと思います。まずですね、豚肉、豚ロース肉、今回2枚使用します。塩コショウをしますね。まあ、とんかつ用の肉ですね。はい、ロース肉と、とんかつ用であれば、トンテキ用とかでもいいですね。今回はそんなに厚いものではないです。両方に塩を振っていきましょう。その後、コショウですね、コショウをかけていきます。僕はでもコショウ大好きなんでね、結構かけちゃいます。で、これも両面を、このお肉はね、常温にしといていただいた方がいいですね。下ごしらえこんなもんですね。でですね、スキレットを用意してください。スキレットがない方はフライパンでも大丈夫なんですけども、今回そのままスキレットのままで食べようと思いますので、このような感じになっております。はい、そこにですね、オリーブオイルですね、大さじ1ぐらいですね。で、ここで火につけますね。これね、実は僕まだ味見してないんですけど、このトマトソース舐めてみたいと思います。はい、これかなり高級なピザソースチックな感じがしますね。多分これハーブを混ぜ込んでもうまいと思います。このままパンにつけてピザトーストみたいにしてもすごく美味しそうな感じですね。多分パスタにもいろんなものに合うような感じがします。ですごく香りがいいですね。チューブタイプなのですごく使いやすいかなって、ケチャップ感覚で使えるかなっていうのがあります。はい、じゃあそこにですね、温まりましたら豚肉を敷いていきます。こんな感じです。こんな感じ、はい、でね、豚肉は筋切りしてくださいね。今回ね、忘れました忘れましたけど、まあ、多分この薄さだったら大丈夫です。筋切りするときはこの脂身と、赤身の間がですね、筋があるので、ここをですね、包丁で突き刺してください。そうすると筋切れます。今回筋切ってないんでちょっとね、膨らんでます。まあでも、ピザにしたら大丈夫です。魚がいい色に焼けたらひっくり返します。こっちもひっくり返しましょう。これぐらいいい色に焼けますから、このトマトソースですね。はい、トマトソースを豚肉に塗っていきます。せっかくね、美味しいトマトソースなんでね、たっぷりつけていきます。1枚につき大さじ2、で今回2枚なので大さじ4杯入れていきます。それからも火はね、結構弱くして大丈夫です。こんな感じにちょっとピザっぽくなりましたら、ピザ用チーズですね、 25g ぐらいですかね、 30g かな、2枚で 60g、 結構たっぷり入れますね。はい、こんな感じですね。で、蓋をしていきます。これ、ね、ちゃんと蓋買ったんだよね。炎上したんだよ、この間。これですね、チーズがとろけるで、トマトソースにですね、熱が入るまで弱火で蓋をして蒸していきます。たまんないね、これ。あ、いい、あ、いい。あと30秒。
はい、じゃあですね、そろそろいい感じになったんじゃないかなと思うので開けてみます。はい、オープン。おほほほほ、どうですか、パーセントうまいじゃんこれ。で、ここでですね、もう火は止めちゃいます。パセリですね、パラ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 。おお、あ、一気に一気に良くなりますね。パラパラパラ。はい、胡椒ジャンキーなので、はい、胡椒を振っていきます。はい、はい、これでですね、豚肉のピザ完成です。めちゃ簡単だなこれ。はい、ということですね、早速できたので食べます。もうね、これどうですか、このチーズ伸び伸び伸び、どうですか、これですね、ソースもたっぷりかかってます。当然のようにうまいっすね、これね。ソースがですね、まあやっぱりケチャップとはもう全然違うものですね、これね。甘さもケチャップほどないですし、うまみがすごいですね。はい、このソース単体だけどすごいパワーを持っているので、それにプラスチーズが合わさって最初に豚肉が入っていると、まあ、もうこの約束された勝利ですね。あー、これダメだ。僕、あのトマトソース作るときにニンニクをみじん切りして、玉ねぎをみじん切りにして、でそこからあのじっくり炒めてからトマトを入れて、でそこでまた煮込むっていうようなですね、工程を踏んでですね、トマトソースを作るのに大体20分ぐらいかかるんですけども、トマトソースは全部省いちゃいましたね、これね。それでいてとっても濃厚なソースになってるんで、もうめちゃめちゃ簡単ですね。簡単でうまい、ものすごいいろんなものに代用できるかなっていう、僕のトマトソースを作るレシピ全部これで代用できるのかなっていうぐらい結構作れたソースになってます。で、まあちょっとソースとは関係ないんですけど、豚肉がめちゃめちゃ柔らかいですよこれね。焼き方がいいのかなこれね。これはもう本当にね、あのハイボールとの相性がね最高ですねこれね。うん、これね、ぜひ一回作ってこい。だってめちゃめちゃ簡単、これ包丁使ってないんですよこれ。めちゃめちゃ簡単なので、もうぜひ作ってもらいたいです。はい、ということでちょっとこれで今回はいっぱいやりますので、はい、この辺でさよなら。ぜひですね、美味しいと思った方はチャンネル登録およびですね、高評価欲しいな、よろしくお願いします。